はい、こんにちは。今回は、あの人は、あの事件の後、どうなったのだろうかと、結構気になっていたね、スーパークレイジーこと、西本誠の記事が出てきました。はい、休憩7年。で、この人ね、まあ、お顔はこんな感じの人です。僕はこうして政治家になった。えこの人、全身入れずなのまあ、顔はちょっと可愛らしい顔してますが、 あとね、この奥さんね、こ,この辺にいるね、スーパークレイジ君の嫁は、美人でハーフ。で、この嫁のことも、この記事に何度か登場するので、ちょっと覚えておいてください。でね、この嫁はね、刑務官っていう噂はね、確かにあったのですが、記事の中ではね、キャバクラ勤めと出てきます。どっちが本当かわからないけれども、うん はい、えー、なんか頑張って勉強して、弁、あの、刑務官になったって話はね、まあ、あるにはあったかなってね。えー、じゃあ、まずはですね、この記事ね、はい、え TBS ニュースディグの記事から見ていきましょう。はい、西本誠被告に、懲役7年の休憩です。はい、被害者に落ち度はない、えー、不同意〇〇と治症の罪で、 これいつだっけな事件があったのがね、えー、っとね、去年の 2, 2月くらいだったっけなこれいつか出て、後でね、出てきますで。で、逮捕直後の時はね、僕はやってないからね、これだけは言っておくよと <laughs> 言ってましたが、基礎事実をね、認めたという話を直近聞いたかと思ったら、 休憩ね、7年ね、これ結構重いよね。で、判決は24日に言い渡されますんで、この事件の概要はね、この知人女性に性的暴行を加えたっていうね、この知人女性が、えー、奥さんの同僚っていうね、関係です。で、不同意性交と致傷の罪に問われている、 元宮崎市議会議員です。はい。これも議員案件です。スーパークリージー君として知られる西本誠37歳の裁判員裁判ね。で、7年の休憩ね。で、起訴状によると西本は知人女性をホテルに無理やり詰め、連れ込み暴行を加えるなどしたほか、女性が逃げる際に 階段から転落し、怪我をさせたとして不同意なんとか致傷の罪ね、でもこれ、どういう意味かちょっとよくわからないのですが、女性がね、逃げる際に階段から転落し、怪我をさせた、これはなんかこう、押して階段から、あのー、西本がこの女性を、 突き落としたのかそれともこの女性があの慌てて逃げていて自ら転落したのかこれどっちか分かんないけれどもこの書き方だと転落し怪我をしたことが、まあ、この西本の行為と関係があるとしてこの地傷の罪まで。 問われているという意味なのか暴行の際にあの怪我も負ったのかねちょっとこの辺はよくわかりませんででねこのスーパークレイジーってねこれどう,どういう人間かね非常に面白い経歴っていうかねこんなのがシミになってんのかっていうかね <laughs> その前にねこのスーパークレイジーくんのね、まあ、パフォーマーなんだよね YouTube のね アカウントがありました「スーパークレイジークミュージック」というねアカウントでチャンネル登録者が1.1万人もいるでここでねちょっと歌ってるところを聞きましょうねはい<ペー>はいまあこれ以上見てても仕方ないでしょう。 <laughs> まあ、とにかくパフォーマンスでまあ市議になっちゃったっていうねでその前にね宮崎市議になる前に、えー、もういろんな、あのー、裁判じゃいろんな選挙に、えー、出てましたはい出れそうなものねなんか次から次へと出てたなっていう経歴で、えー、まずこのウィキペディア情報を見ていくと日本の元政治家歌手 YouTuber、あのて,んてん虫とか歌ってるから <laughs>、歌手でもあるというね。で、最初にね、出た選挙が、この戸田市ね、埼玉県のえ戸田市の選挙に出たのかな。え、ちょ、ちょっと待ってね。そうだね、2021年の初当選したんだよね。で、これが選挙無効になって、 その後宮崎市議会議員で当選するも、で、この間にね、いろいろ他の選挙にも出てます。でね、大分町を見ていくとね、生まれは宮崎県宮崎市出身。で、お父さんが、えー、元暴力団の構成員をされていたというね、ああ、そうなんだ、お父様が元暴力団の構成員ね、<laughs> とね。はい。で、1歳の時に母親が家を出て、 父親のパートナーが次々に変わり、えー、おばあさんに育てられたとねで中3の時に暴走族のメンバーになり、えー、3度の暴走行為で、えー、5年間少年院に入っていたで入れ墨はいつ入れたのでしょうかで3度目の収容中に祖母の死に死に目に遭えなかったことにより改心する改 <laughs> 心したことになっている。 えー、で宮崎の中学校卒業し、21歳でじゅ上京し、クラブ従業員や介護職員を経験してたね、で、こっからいろいろな選挙への挑戦が始まるのですが、えー、まず4年前のね、はい、2020年の都知事選にも出ていました。えー、でね、 この時はね、スーパークレイジー君の、えー、この通称が認められなかったので、本名西本誠名義で政治団体、スーパークレイジー君、えー、こういうの作ったんだね、政治団体、スーパークレイジー君っていうのをね <laughs>。で、その当主の肩書きで、都知事選には出馬しました。で、この時ね、22人。 立候補してたんだよね。で、最下位かと思ったら、10番、10番目でね、1100票取ってたってな,なかなかじゃない、うん、で、この時もね、結構パフォーマンスしてましたよ。で、教託機が没収だね。この時ね。で、ここでちょっと不思議なのが、この立候補する前の職業はクラブ従業員とか介護職員で、 ど,どうなんでしょうあでも、この人ね、あのすごいね儲けていた時期があったという話も聞き、えじゃあ、それで供託給は払えたのでしょうかね。うん、<laughs> であ、この時のね、東京都知事選の時のね、動画もあってね、これね、ーーににこれ、面白い。 ゆりこか俺か。<laughs> ちょっとこう、ゆりこか俺かって<笑>っ笑、笑っちゃいけないけどね。はい。はい ある意味みたいなイベントまあどこでも言うんですが、お祭りごとって若者好きだし僕も好きですし、でも選挙は絶対行かない。でもテレビとかニュース見ると選挙に行こう選挙に行こう、まあそれでも響かない。まともな方が言っても。だから僕はそれで思って、まあ自分だからもっと注目させるんじゃないかなとか。もうずっとも2年ぐらいがん出よう出よう出ようと思ってたんですが。はい、こうこんな感じでね、あとはね踊ってるシーンはないかな。でも入りました。したでも,でも結構で、ね、踊っ。 たたりしてたんだよね。でも他の有力候補者は毎日出たりしてます、選挙は平等って言ってますが、では平等じゃないっていうのを僕も分かった上で出てるし、だから、うん、でこの話を、ね、ちょっと聞いてたのですが、まあそうん、政策的な話はあまりしてなかったですね、この都知事選の時ね。で、でですよ。でこのときは、えーね、1十番目で供託金没収でしょ、でこれが二千二十年の六月で、そのね、 直後ね、今度は、筑波市議会議員選挙に、この時はね、自分で出なくて、このスーパークレイジー君党から、この新人のね、福田恵さんだったけいさんかこの若い女の子を擁立してました。でね、この女の子はね、あの、エスティシャンみたいなね、そ,そういう雰囲気のね、っていうか、エスティシャンだったっけな。はい。えー、で この福田さんっていう女の子は、41人中40位で落選しで、この選挙費用っていうのはさだ、誰が出したんだろう、このスーパークレイジー君が出してあげたのかな、この福田さんと女の子は、そんな協宅金、ぱっと払えるような感じではないから、じゃあ、これは西本君が出したのかな。でで次に、ね、2021年の 戸田市議会議員選挙に、はい、今度は、えー、西本君自らが出馬しました。でね、それはね、戸田市に友人とか親戚がいて、あの、行き来をしていたんだってね。で、戸田市議選挙が、市議会議員選挙があることを知り、で、転居したんだって、この選挙のためにね。で、この時ね、 これでね、初めてね、初めてじゃない、あのー、2番目の選挙だよね、西本くんからしてみたら、都知事選出て、その後は自分の政党から新人を擁立して、えー、だから自分が関係する選挙では、3回目の選挙だよね、この戸田市2回議員選挙ね。で、これで、だから西本くん的には居住実態を満たそうとして、引っ越していて、でね、 これ受かったんだよね。26人の定数でね、えー、36人の候補者が争う中、<laughs> 25番目で投票した。これギリギリセーフだね。でね、戸田市議ってね、912票あると、これ当選できちゃうんだって。これでもちょっと美味しいよね。うん、だから都知事選出て、 派手なパフォーマンスをして、まあ名は売れたでしょう、ある程度ね。そこから、戸田市議選に出ると、912票でさ、ギリギリでも慣れちゃって、で、いくらくらいだろう、報酬、戸田市議でも、50万はもらえてるよね、月収ね。で、これ、いい月収でしょ。<laughs> <laughs> だってクラブ従業員とか介護職員を直近やってた若者がえちょっと有名になって市議会議員になれちゃいましたとね <laughs>、はい、ところがこの時に居住実態を実は満たしていなかったっていうかねこれでかなり吸ったもんだしてました。でこの、ね、居住実態を あの満たしてないってことになって、当選無効になると、あの自転の人が繰り上げ当選するでしょうで、それを狙ってあの、調べる人いるんだよね、あの維新とか公明は、えー、よく調べてます、でこの時も、えー、西本君があの当選無効になっちゃって、繰り上げ当選になったのが、公明の人でした。 はい、で結構ね、争ってたのですが、結局、えー、このね、せっかく当選した戸田市議も、えー、無効になっちゃいましたね。当選無効になってですよ、その後挑戦したのが、はい、今度はね、戸田市長選に <laughs> 出ました、2022年ね。 で、立候補を届け出て、でね、この時にね、あの夏の参院選にも出ようかなとね、証明してたんだってで,で、戸田市議がさ当選無効になってその後の戸田市長選に出てで、また落選して有効投票総数の10分の1に満たなかったから協託員募集。 供託金没収2度目だよね、あの都知事選に次いでね、でその後はね、この日本大学通信教育学部に,通信教育部に入学し、でこの法学部政治経済学科に入学してたりね、でこれをなんか結構経歴で書いてるんだよね、なんか法律勉強してますみたいな感じでね。 で,で、この参院選への出馬を一行示していたけれども、うん、この時は参院選には出なかったとね、で次の選挙は <laughs>、宮崎県知事選、ね、えー、っとね、宮崎市議会議員選挙へ出馬を決めて、宮崎に住民票を移してたんだってね、あのー、 か戸田市長選出たあと、ね、でその前に、あれ宮崎県知事選もあるんだったら <laughs> そっちにも出てみようかなと考えて、ね、でで出ちゃったとねだから宮崎に戻ってきたのはこの市議会議員選挙にもう1回出ようと思って住民票を移したけれども宮崎県知事選もあったから出,出ちゃった。 <laughs> で、開票の結果、7679票で落選した、これだからもう全然ダメだったってことでしょ、県知事選出てね、で、はい、協託金没収、これ、いくら使ってんのこれさ、東京都知事選では協託金300万だよね、で宮崎県知事選も300万だよね。 でこの戸田市長選の託金はい、いくらだったんだろうで、じゃあこれ300万だったとして、900万募集されちゃったで、この人さそ、その、このね、ホスト時代っていうか、このクラブ従業員時代に、え,ー、えらい稼いでましたという話もありますが、本当に自費で、 出してたのが金ねで私はちょっと気になるのは、この西本くんのお父さんがあの暴力団構成員でいらしたという話を思い出すと、もしかしてなんかバックいたのかなとか、いるのかなとかね。うーん。ちょっと不思議でしょ、この、この供託金がこんなにパッパッと出せちゃうのはね。はい。で、次に <laughs>、 宮崎県知事選の後に、えー、トライしたのが、えー、この宮崎市議ね、でこっちは多分いけると思ってたんじゃないの、戸田市でも1回当選できて、あ市議は結構これ、楽勝だなって思ったんじゃない、で案の定ですよ、えー、宮崎市議会選挙で、この時はね、61人中2位だって、で当選しちゃった、上位当選しちゃった市議会議員ね。 で、得票数はね、4195。うん、で、これで4000取ってトップ当選でしょ、えー、じゃあ、最下位の方はやっぱりさ、1000票くらいで当選できちゃうのかなだって、戸田市議にさ、ギリギリ当選できた時は、ほら、912票で当選しちゃったでしょだから、市議会議員ってさ、こうちょっと名前を打って、 で何度もこうチャレンジしてると慣れちゃう <laughs> えそ,そんな感じっていうかねこのね選挙チャレンジ歴がすごいなと思って私はこの人に注目していましたで晴れて2023年にこの宮崎の市議になれたのですが <laughs> 同年ね、はい、2023年9月に はい、この暴行事件を起こしました、はい、妻の働くキャバクラでしょで妻はその刑務官って話もあったけれどどうもキャバクラに勤めてたらしいというねでその同僚だから知り合いででねあのー、これではね妻は夫の身の潔白を訴えているね取材に関してでもこの時の記事を見ているとね あのこの同僚が西本と一緒に飲みに行くっていう話ね、その暴行の直前ね、それを妻も知ってたので、あの,あの人はあの長時間一緒にいると、ちょっと危ないから、<laughs> もう1杯乾杯して帰った方がいいよと、妻が被害者の女性ね、つまり同僚にあのアドバイスをしていました。うんだからちょっと 危ないんだよねあの人ってことを、えー、妻は知っていたというねでこの事件はその妻の同僚である30代女性を宮崎市内の、えー、ホテルに無理やり連れ込んで暴行を加えるなどして全身打撲などあだから暴行も加えていてこれがだから階段から落ちたのは落ちたのけ我と 西本から直接暴行を受けた怪我なのかね、とにかく全身打撲で被害者を約1週間の怪我を負い、被害届を提出で、宮崎県警察が逮捕したというねで、その逮捕した時に、なんかね、ビニールシートのね、あの上から顔だけ出して、 これだけは言っておくよ <laughs> やってないからね <laughs> ってね <laughs> 言ってたのですが、えー、結局起訴内容はあの認めて今回あの休憩7年ねでこのね宮崎市にはね、えー、なんか西本に対する辞職勧告,勧告決議を提出して全会、えー、一致で 辞職勧告決議ね。はい、で、西本は辞職願いを出して許、許可されましたね。それがね、今年になってからなんだよね。辞職願いを許可で、で、この、拘束されてたわけでしょ。で、その拘束期間中に、この報酬をね、渡すのは議員報酬は、 えー、渡したくないよね、これね、普通ね、庶民感情としてもね。で、宮崎市議会は西本の長期交留を受け、えー、市議が逮捕拘留された場合、拘束が解かれる日まで、この報酬を,をね、えー、停止する規定を盛り込んだ、えー、改正条例を全会一致で可決しましたとね。で、有罪になれば、えー、支給しません。で、不起訴や 無罪判決が確定した場合は、停止期間分の報酬を改めて支給するというね、えー、条例を前回一致で、えー、可決していました。これはいい,い,いですよねで。で、12月26日に保釈されてたんだね。これ知らなかったんだよね。で、保釈保証金を即日納付し、これいくらだったんだろう。この金額聞いてない。 で同日、勾留先の宮崎刑務所から保釈され、報道陣に申し訳ありませんでしたと述べて、土下座を <laughs>、土下座したというね、はい、でこんないきからのえ今日のうの、ん、この休刑7年ねえ、ってことは、ほぼこのくらいの判決が下るということでしょうかねっていうね。 はい、スーパークレイジーこと西本誠がね逮捕されてからどうなってんだろうなと気になってましたが、はい、やっとね、はい、この状況が分かってきましたという件でなのでねよくわかんないのはこの西本にバックがいるかどうかっていうねこの供託金を。 な何度も支払えるこの資金力はどこから、えー、来たのでしょうか、でえー、例えばさ、こういうちょっと見てくれが良くて、歌ったり踊ったりして、<laughs> えー、あの人気の出そうな男の子を、えー、ある勢力がバックアップして、えー、何度も選挙に出してあげると、これ、当選しち,ゃうしちゃうよねっていうね。 うなんかこの危うさを感じる件というかねうんちょっと裏に何がよくあるのか分かりませんがからさ、あのー、今だから若者に若者があの選挙に無関心になっているあのそこだけをついてこのパフォーマンスで注目を集めようとする人がやっぱり出てきちゃうよね。 うーんで政策もないのに、えー、選挙にだけ行こうみたいに言ってその歌ったり踊ったりして <laughs> それで死にになっちゃう若者ねうんこういうので、ね、出てこないようによく見てないといけないなとね、はい、そんなことを思う件でした、はい、ちょっと判決はどうなるのか明後日見ていきましょう、はい、またやります。ではまたバイバーイイ